はい、木の店さん、木です。今日はですね、今ね、倉庫の中に来てました。展示している在庫品の中から、この中からね、ちょっと1枚、ちょっとピックアップして皆さんにね、紹介しようかなっていうので、今ちょっといろいろ見てます。そうですね、はい、この木をちょっと紹介してみます。今日ねちょっとピックアップしたのが、ハンノキという木ですね。ハンノキっていう木は岩手県には結構ね、原木があって、原木市場の数箇所にはね、原木としてもね、出品されている種類になるんですけど、木の種類はね、カバカということだったので、あまり木目がこう乗らない淡いね、木目の一枚板が出る木なのかなっていうところで、北米産のアルダーっていう木がこのね、ハンノキと同じ木だというのが分かってですね、でアルダーっていうのはエレキギターのボディにね、結構使われているような木材で、エレキギターをね、作ってる方なんかはね、アルダーっていうのはもう本当に馴染みのある木なのかなっていうふうなところですね。素材の荒木の状態の時はね、あまりこうパッとしない、そんなにこうなんか積極的に、すごいね、楽しみで仕上げたいなっていう、そういうね、印象のある木ではなかったんだけど、両面削ったり、整え作業していってですね、オイル仕上げをねして、グッとくるね、仕上がりになったっていうのがね、ハンノキだったんですね。この木なんかは結構フケが入ってて、なかなかね、そういう、ちゃんとした建築材とか、そういう風なね、いわゆるちゃんとしたっていう言った方がいいんでしょうかね、そういったところのね、見方からすると、こういう風なね、こう鎖掛けの部分がちょっとこう入ってたり、そういうようなところからするとね、省かれてしまうような、一枚になっちゃうんですけど、一枚板のカウンターとか、オブジェ感がね、すごい強いね、使い方をすることが多いから、かえってこういうふうなのはまたね、それはそれで景色になるのかなっていうのでね、そんなに気にするところではなかったんだけど、この木はね、自分の中では仕上げた時にはこの耳の仕上がりがすごくかっこよくて、耳がね、すごい渋く仕上がったんですよね。塗る前はそんなにこの耳の色もね、濃くは出てなかったような気がしたんだけど、オイル塗ってね、甘皮の部分がね、グッと出て、それがなかなかね、すごく印象的な一枚だったなと思いますね。で、こういうふうにね、甘皮の剥がれた部分ももちろんあるんだけど、そういったところもね、意外とこの面皮の皮肌が渋くね、いい感じに映ってたので、オイルを塗ってね、こうなんていうでしょう、こう結構激変というか、自分の中でだいぶ印象が変わった木というのがね、このハンノキでしたね。もちろんね、いろんな個体差があるので、全部が全部ね、そういった感じではないのかなと思うんだけど、やっぱり何枚かハンノキをね、仕上げると、やっぱり個体差はあれどね、ただ本当に一枚一枚ね、結構渋く、特に耳のね、部分がなかなか渋く仕上がって、好感度のある一枚だかなと思います。こういうふうなカウンターのようなね、使い方で今ね、寝せて置いてるんですけど、どちらから見てもね、なかなか存在感あって、ね、いい感じで、仕上がった一枚板かなと思います。今回はですね、この岩手県産のハンノキというね、木の一枚板をピックアップして紹介してみました。ご視聴ありがとうございます。